つかせてるんだ。
대가? 난가다. あなたの顔を見せてくれないかしら。 約束。 私はあなたに顔を見せてほしいと言ったわ。 それに対してあなたは了承した。 涙を流すのか、わからない。私は知りたい。人を。私に見せてくれないかしら、あなたの涙を。
ないわ。私はあなたとは違う。だから泣くことができるかはわからない。私も泣くことができる。どうすればできるのかしら。悲しい。わからない。ゴミはゴミ捨て場に捨てなあかんよな。あ、キツネさん。
大丈夫？何？具合は大丈夫なの？さっきからうんうんなってたけど。何をやってるの？用がないのなら帰るけど。そう。なんでって。くだらないから。私、基本的にこういう人と慣れ合うことって嫌いなのよね。会話とか何を話したらいいかわからないし。それとこれとは別よ。自分はいいけど、他人からされるのは嫌。光栄だわ。随分と急な話ね。なぜ？ふん、そう。さあ、どうでしょう。思わないわ。だって私、そういう愛とか友情とか信じてないもの。人の思いほど移ろいやすいものもないわ。愛だの友情だの、そんなものまやかしに過ぎない。だって人はたった一つの個体なのに、思いが通じ合うはずがないじゃない。心も体も別々なのに、どうして自分より相手を思いやることができるというの？思いなんて時や環境次第で容易に変わっていくのに、どうやって信じられるのよ。へえ、それはどんなこと？よくそんな言葉が出てくるわね。誰かを好きになれる気持ちね。やっぱり私には分かりそうもないわ。だって私は人を好きになることができないもの。私には許されてないの、誰かを好きになることなんて。だから
どんなに素敵なものかわからない。別に、だってずっと一人だったもの。そんな気持ち、とうの昔に忘れたわよ。あなたは優しいのね。そうね、あなたが私を好きになってくれればいいのにね。そしたら一緒になれるかもしれないね。やあね、冗談よ、気にしないで。